こんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、タイトルにもありますが、青木かのん名シーン集を一緒に見ていこうということで、ありがたいことにですね、私のこのチャンネルは約1000本あるんですね。で、ここ最近チャンネル登録をしてくださった方だと、過去動画をすべて、見るって言っても量が多いから大変だと思うんですよ。なので、今回私が個人的に自分が好きなシーンを2014年の投稿初期から現在までをいっぱいチョイスしたので、そのたくさんの名シーンを今からですね、私と一緒に見ていきましょうっていう、何の面白みもない動画です。だって、やばいでしょ。自分の動画って、多分他の YouTuber さんもそうだと思うんですけども、見返したりしますが、名シーンって自分で言っちゃうみたいな。それって普通人から言われることでしょーってなると思うんですよ。ただ、やっぱり私も動画編集とかすごい好きだからさ、自分が好きなようにこう、編集したりすることもあるんで、私は個人的にすごいツボなシーンを皆さんにお見せします。まずは2014年のシーンから、どうぞ。ニューハーフカノン、あっね、こちらにしました。落ちました半分だけ。ねえ、いいじゃないの。ダメよ、ダメダメ。カツがジューシーで美味しい。うまめ。もう食べれないよ。こんにちは、ニューハーフで歌手を目指す青木かのんです。どうでしょうか。2014年は本当に動画投稿初期だったっていうこともあって、すごい試行錯誤っていうか常に自己流でやって出ましたし、結構キャラを作ってっていうか、挨拶の仕方の癖ですよね。こんにちは、ニューハーフで歌手を目指す青木かのんね。多分その頃って、今もだと思うんですけども、声がやっぱりもともと男子だったっていうこともあるから、無理やり高くしようみたいな、当時はこれが正解だと思ってたんですけども、今聞くと、あ、ちょっと鼻声っぽいなみたいな感じですね。え、髪型がおかしいって。そうなんですよ。当時すごい上野樹里さんに憧れていたっていう、その時がありまして、で、上野樹里さんって言ったらすごい可愛らしいボブなんですよね。ただなぜか私はどっから枝分かれしたのか、こういうヘルメットみたいな髪型になってしまいました。その頃は本当にさっきも言いましたけども、これが正解だと思ってたんですよ。ということで、次はですね、2015年、青木が YouTube を約1年半ぐらい休止する直前までの映像にはなるんですけども、今からお見せします。ちょっとはヘルメット頭から変化あるかもしれない。いきます。アマゾン大好き、アマゾネス青木です。レーズン大好き、星ぶどう青木です。トゥ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 、プリプリプリ、パカラッ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 パ、ジャンボフランク、ジャンボフランク。2015年はこれだけです。痛っ、ピッてなった。そうなんですよ、2015年本当に今思うと、もったいないことしたなって、 YouTube 頑張っとけばよかったなって思いますね、本当に。私こんな挨拶してたっけ。この時期ってちょっと天然のキャラの方がモテるんじゃねって思ってやってたんですよ。なんか常にハイになってるみたいな。だから、それが原因で、ニューハーフのみの先輩に嫌われたりとかもしたんですけども、ちょっとおバカな私可愛いでしょっていう、そういう嫌なやつでしたよ。で、これだけなんですよね、2015年、本当に。他にもあるんですけども、私的にその名シーンが、もうこのたった2つしかないんで、2015年、本当に動画は全然出してませんでした。すみません。私は、ブルウォッチで。何もうるさいなぁ。じゃあ次は2016年ですね。スタート。ゾウさんはこんな感じですね。いい感じじゃないですか、これ。ほら、出せない。どうしよう。あ、もうダメ、もうダメ。一本だけ。2016年一本だけ。私がこの動画作ってるんですけどね、このリアクション自体やらせなんですけども、2016年は全然面白い動画作れなかったんですよ。だってそれ以外に記憶残ってんのって、チロルチョコ食べてみたとか、今で言うとチーク菓子作ってみたとか、100円ショップに iPhone の保護フィルム売ってたよとかですかね。
では次は黒歴史時代2017年に突入します。またまたキャラ編をして、まあ、それまではちょっと天然キャラ、元気はつらつキャラって言ったんですけども、2017年はもうすごいおっとりしたキャラに変更したんですよ。それが今見ると本当に恥ずかしいんですけども、いきます。お金儲けだろって、お金儲けって言われちゃう。全然お金儲けしてないんだからつけてよ広告。はい、もうこれだけです。っていうのもほとんどささやき声系の動画が多いんで、2017年は私ぽいなみたいないうちょっとふざけた動画はもうこれぐらいしかないんですよね、2017年も。でも2017年ほぼ毎日投稿したんで多分300本ぐらい出してるんですけども、私にとってはもう消し去りたい過去なので、これぐらいしか名シーンがありません。え、これ大丈夫かな、名シーン総集編動画なのにこんなボリューム感でいいのかな、怖くなってきた。ということで2018年行きましょう。2018年はちょっとねおっとりキャラやめたんですよ。少し素が出始めた頃、祭りってなんかどんな感じなんですか。なんかわからないけど、なんか男の石灰の持ち上げて担いだりなんかする、そういうのがお祭りらしいんだよ。はいはいはい、こんなでっかい。玉ねぎ、玉ねぎは好きですよ。前までは焼肉とかで玉ねぎ食べるじゃないですか、丸い薄いやつ、あれ苦手だったんですよ。もう焼き鳥屋さんでなんかタレをつけて食べる玉ねぎを食べてからなんとなく食べれるようになったんですよ。だから最近は大丈夫です。ありがとうございます。おばちゃん、no. from US。 はじめまして、Nice to meet you。 Nice to meet you too。 My name is Kano。 Kano King Thomas。 待って、やべえ、107キロ。すげえ。どうしましょう。え、帰りますか。帰る。
2018年一番ボリュームあるような気がしますね。っていうのも多分いろんなジャンルを取り始めた年だったんですよ。特に野球とか、今までやっぱり野球って言ったらそのやっぱりお前は男じゃねえかって言われるのを恐れてたから隠してたんですけども、あ、ちょっと髪の毛でもさ、野球動画たくさんの人にこう見ていただくことができたし、結果としてはすごい良かったっていうのと、でさっきの玉ねぎ食べれますかって言ってた方いるじゃないですか。その方は私に、まあ、質問をいろいろしたいっていうことで島根の方から来てくださったんですよ。なんか性別にちょっといろいろ悩んでるからカノンさんに相談していろいろ話してみたいですっていう流れから玉ねぎだったんですよ。だから私もちょっとあの唖然としちゃったっていう、まあそれがカメラにうまく収められたんで、まあ、私的に一押し動画です。でさっきの浜辺で私がこの波に襲われながら弁当食ってるみたいなシーンあるじゃないですか。あのカップル、え、どうなんだろう、ちょっとこれはやめとこう、言うのやめとこう。でもまあ皆さんも多分なんとなく思ってんじゃないですか。浮気ではないよね、違うよね。では次、去年の2019年の名シーンですね。これ最初にちょっと事前に言っちゃいますが、1本目が野球なんですけども、150キロの剛速球をバッティングセンターで打つっていう動画なんですよ。めちゃめちゃ速かったからちょっと見てほしいと思って名シーンにしました。タピオカ邪魔なんで。やばすぎる。これが肉の旨味か。勘弁してくれや。え？俺の鉄管を？大丈夫？うん、美味しい。はじめまして。はじめまして。渡辺です。こんばんは。お邪魔してます。なんかね、ちょっと。仕事のお客さんより緊張する。どうぞどうぞ座ってください。はい、じゃあ。はい、2019年はですね、どっちかというと多分テイストというよりかは見た目をちょっとケバケバしくしたみたいな、多分そんな時代ですよね。時代なんかメイクとかいろいろやったりとか、そう、今までは元男の子だからまあちょっと女っぽく見えたらそれでいいよねみたいな感じで、なんだろう、自分の中で勝手になんかゴールを決めてたっていうか、だからそれだと結局なんかいつまでも私が求める女の人ってっていう聖域みたいな、聖なる場所にたどり着けないんじゃないかみたいな、元男の子としては綺麗だよねみたいな風に思われないように頑張らなきゃっていう思った一年でした。そう。で、この激辛の辛いの、その韓国の元男の子 YouTuber と食べてるんですけども、本当に死ぬほど辛くて、私、この滞在中に3泊のうち2日間体調崩しました。もう本当に腹痛で動けなくなって。それぐらい辛いんですけども、パリさんは全然平気だよみたいな。やばかったですね。で、あと、わたるくん。今まではやっぱりずっと一人撮ってからっていうのもあって、新しい風。それはすごい大きかったですね。わたるくん来たことによって、なんか動画の幅がすごい広がりました。いや、でも今思っても、なんかお母さんがこう、わたるくんと話してるのちょっと、すごい面白い。では、次行きましょう。2020年、今年です。行きます。私が普段、食べるのは、ココイチとかの甘口なんですけども。たまにはいいですね、こういう。なんかおかしいぞ、これ。もう足がしびれてきた。終電逃したら私、タクシーで帰るなんて絶対やばいですよね。ここから1万円ぐらいかかりますよ。終電逃す。
はい、見ての通り終電逃しました。野宿です。皆様こんばんは。顔がパンパンに腫れてしまった元男の子の青木香音です。はい、失礼します。怖い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 。あ、違いますね、ハッピーバースデーじゃないですね。ごめんなさい。ありがとうございます。はい、失礼します。すごい、これは。はい、どうぞ。失礼します。なんか、なんか、なんか、怖い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 。いいよ、開けて。開けるよ。どうぞどうぞ。ほらやばもういい、なんか意味わかんない。もういい、動画出ません出ません。いいっす、これ最後でいいです。でもこれいいよ、 YouTube やんないですよ。ダメよよ、もうね。だからダメだって、もう、うん、俺編集マンとかみんなから、これさ、バカじゃないの。これどうやって開けんだ。あ、なんだ、わかんないのこれ。よみこさん、企業案件おめでとうございます。今のお気持ちいかがでしょうか。とっても嬉しいです。モーニングルーティンでどうやって綺麗に写れるの。ただの空豆じゃん、こんなん。目を開けてください。なに、ここ。2020年はすごい、さっきの渡るくんのシーンでよかったんだけども、基本的に変な顔と変な動きしかしてなかったってか、今年ですけども。そうか、私変な顔と変な動きしかしてないんですね、今年に限っては。そんな2020年、現在進行形でございます。はい、ということでですね、現段階まあ約1000本作らさせていただいた中から、個人的に面白いかなって、思ったシーンを皆さんにお届けさせていただきました。もしかしたら私とは多分ツボの違う方も多分、まあもちろんいっぱいいると思うんで、私はこういうシーンが好きだったよみたいな、なんかあればぜひ教えてください。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。インスタグラムと LINE 公式アカウントも画面の下からぜひフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。